から内閣委員会を再開いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、岡田直樹君が委員を辞任され、その補欠として宮島喜文君が選任をされました。休憩前に引き続き、子ども・子育て支援法及び児童手当の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次ご発言願います。